情けないことをかっこよく言ってみてもよかですか。俺の人生に何か一つ足りないものがあるとすれば、それは金だ。どうもワイズファクトリーの動画になっております。今日2本目になるんですかね。はい、じゃあうちの P が来てますんで、あ、知ってるか。さっきあげましたから。そうか、今日ね、どうすんの。亡霊 P ですよね。亡霊 P はどうすんの、今日続きの。続きはね、いや、ほら、いつを言うと飲みながら、なんかこれ、いつも飲んでる時のあれだよね、別にね、動画じゃないけど。レースの、ちょっと、ほら、僕昔からレースってサーキット走行やりたいって言ってたじゃないですか。言ってたよね、そういえばね。で、その、なんだろう、トランポ、はいはい、トランポリン、トランポってあれは何ですか。あ、だからうちらの、業界用語でもないんでしょうね。だってうちらトランポよく言うけど、はい、トランポに積んでなんていうのはオートバイを積む車のことをうちらの業界では言ってるだけで、なんだろう、はいはいはい、言ったらね、まあ、オートバイのレースやる人たちの中でメジャーなのはやっぱりハイエースだよね、代表格ね。まあ、それもトランポだし、サーキットへバイクを運ぶときに軽トラに積んでも軽トラがトランポだし、まあ、トランスポーターだよね。なんかほら、大きいレースのときにこうでかいトラックとかF1 なんか積んであるさ、ものすごいコンテナみたいな車なんかもトランポって呼ばれるし。まあまあ、レースの業界で言ったら、まあ、トランスポーターをトランポって呼んでるだけなんですよ。じゃあ、なんだろう、物を運ぶための、うん、その車のことをトランポっていう認識で OK なのかな。ただのトランスポーターというかね。なんかそんな映画もあったじゃん。運び屋さんのジェイソン・ステイさんね。それそう、あれ、飛び込みの金メダル、オリンピック選手。金メダルじゃない、オリンピック選手だ。話がどんどん脱線。いや、まあ、それはどうだ。ああ、なるほどね。サーキット走行をやりたいんですけど、やっぱり素人さんがね、サーキット走行をやるための、はいはい、必要最低限のやっぱり身なり服装っていうのはやっぱり革つなぎがまあ絶対条件なわけでしょ。まあでもさ、どうする今はどうなんですか。実際さ、サーキット走行一回もやったことない人がさ、革つなぎって結構高額じゃないですか。あ、はい、いや俺は高額な感じしないよ。今吊るしで買うって言ったって結構リーズナブルなものもあって、はい、探すのは5万円ぐらいからあるけど、はい、俺なんか欲しいっつってオーダーメイドで作ったら30万とかなってくるじゃない。ただ、ね、言っても安いですよ。だって5万も革つなぎ買って1回サーキットして、いやいやいや、バカじゃねえ、なんでこんなとこ走ってんのみたいになったらもったいないから、言ったらさ、それはどうすればいいですか。なんだろう、最近は走行会なんかでも初心者向けにさ、革つなぎなくっていうか、まあ、もちろん先導車がつくと思うんだけど、はい、体験走行みたいなので、俺も一回お客さん連れてって富士スピードウェイをね、はい、仲間連れてって体験走行させてくれる走行会があってさ、みんなで仲間うち連れて行ったってことがあるんだけど、その時はね、ジーパンとブルゾンとちゃんとまあ、あれだよ、T シャツで短パンでみたいなのをさ、もうそういう常識外の話はもうそういうの論外にして、うん、はい、きちんとブルゾンを着てヘルメットと、まあ、きちんとした装備だよね、はいはい、街中を走るのにもきちんとした装備で走らせてもらえるみたいなのがあったんで、ぜひですね、ちょっと先導車がつくのは、まあ、しょうがないとは思うんだけど、そういうのでまず体験してもらって、あ、それでもやっぱりコースはやっぱり走れるわけですよね。そうそうそう、もうプロのインストラクターがさ、ね、はいはいはい、ちょっとゆっくり走ってくれて、はいはい、その後ろついてきてねって言って、はいはい、でインストラクターがビューンっていったところをちょっと我慢して離れたところでちょっと吹っ飛ばしようかなみたいな調整は効くと思うんだけど、まあ別にやらんでいいけどね、そんなこと。体験走行みたいな枠があるんだよね、今探せば。だからそういう人にちょっと取っかかりで走ってもらって、あれ楽しいかもって思ってもらったら、ちょっとやっぱり革つなぎの出費はそれはしょうがないっていうことですよね。それはやっぱり身を守るためにね、楽しく吹っ飛ばしたいと思ったら
それはやっぱり身を守るプロテクターっていうのは、俺も装備してほしいと思うしね、それはね。なるほどね。やっぱりあのマシンにもよるけど、サーキット走行で、まあ、筑波サーキットあたりだってね、初心者の人が裏のストレート行ってパコーンと開けると140〜150キロぐらいは普通に 250cc ぐらいのバイク出ちゃうと思うから、そうなった時にそこで滑ってね、すってんころりんなんて言った時に、やっぱり体守ってくれるのはそのレーシングスーツっていうこともあるよね、うんうん、だから趣味で遊ぼうと思ったら、あれじゃないの、なんか趣味でテニスとか野球とかやる時にさ、ユニフォームだグローブだバットだっつって4〜5万円の出費っていうのは何やんでもあんじゃないの、うん、釜つなぎぐらい買ってくださいよまあだからトランポも買ってみたいなことになってくるとね、でも例えばあの、うんね、軽トラックを友達と2人で借りてとかさ、シェアしてね、ワゴン車をね数人で借りてってバイク2台積んで遊び行くとか、なんかこう安く上げていく遊び方っていうのはあると思うんだよね。自分で所有はしないで、レンタカーかなんか借りてね。そんなだって年間で1回走ります2回走りますぐらいだったらレンタルもね、こんなね、うちらの世代の時って言われたの最初に、はい、じゃあ、まあ、まずレーシングマシンと、うん、ハイエーストランスポーター買って、ハイエース限定まあ限定じゃなかったけどね俺最初はあのもう腐ったボンゴでやらされたの、ま、松田安くスタートできたけど、でもね最初だからもううちらの世代ってもう持参金200万ぐらいみたいなことだよ本当。あスタートするときに今そんなでもないでしょ、街中走るバイク自分で乗っててさ、あさっきとも走ってみたいなと思ったら、まあ言ったらそういう走行会を催してるところで、ね、一回参加してもらって、あやってみてえなーって思ったら川つなぎはね、まあ5万円とか、まあね高くても10万円ぐらいで吊るし買えるんじゃないの、そういうの買ってもらって友達とほら車シェアしてもらって行くとかさ、あ、うん、もう本当にあののんびりとこう体験走行みたいなことであれば別に走ってってさ、サーキット走行楽しんで、いや前回走行はさせてもらえないよ、そんな装備もなくね、はいはい、転んだら帰れませんけどみたいな状態では前回走行はできないけどね、とっかかりとしてはそういうレベルからでいいんじゃないかなと。あー、なるほどね。あんまちょっとハードル高く考えすぎなんだよね。あー、やっぱりうちら素人はほら、ね、サーキット走行って言えばちょっと敷居が高いかなっていうのがあるから、わかるわかる、ほんとあの俺が始めるきっかけの時っていうのが敷居がもう前回バリバリ高かったから、ああ当時はね、うんうん、当時はね、うん、もうレーシングも、レーシングマシーン買ってね、トランスポーターもなければ別にやんなくていいよみたいに言われてたところだからさ、うん、なるほどね、まあ、決してハードルは高くないので、ね、またちょっとこんな動画作っていきますんで、ぜひね楽しんでみてください。